これは慶応、三田校舎のその前から入ったところですね。ここに、校舎があります。そしてこれが新しい図書館ですね。そしてここにかつて50年前、私がここで、学生生活を送っておった頃の家を、それからその間もですね、そのまま置いてますね。そして今日、注目したのはこの演説館ですね。これは福沢先生が、明治に、技術を作った段階でまずこの演説館というものを作ります。そしてまあいわゆる西洋文明のがですね、このスピーチによって始まると。スピーチをですね、福沢先生は演説と訳されたんですね。演説から始まると。例えばハイドパークなんかに行ってもですね、ちょうど、イギリスのハイドパークの、出入り口の横にはですね、演説、スピーチ広場がありますよね。そして誰でもですね、少しこの高い台に、登って自由にですね、政治を論じ、それから社会を論じることができると。それを見てですね、日本に一番必要なのはこの晩期公論リクエストと言いますか、一応他理相談、いろいろですね、論議することが必要だということで、この演説館を作りました。この建物ですね、これは重要文化財の資料になってますね。ああ、立派なものだな。ああ、この、これが福沢先生が作った演説館ですね。重要文化財演説館ってありますね。慶応義塾の、三田演説館は徳沢先生によって建設された、我が国最初の演説会堂であると。明治8年、1875年だから、ちょうど、140年前か、140年前にここに作られて、大正13年にですね、現在の場所に移築されたと書いてましたね。言論こそですね、社会を動かし、政治を動かすのが、これが近代国家であるということですね。で、明治15年にはですね、一応、自治新法というのを創刊いたします。明治時代には、日本一の新聞と言いますと、関西新聞とか毎日新聞ではありません。この福沢先生が出した、自治新法によってですね、福沢先生はそこに論説を毎日のように書いています。こっちもあるんだな。ここには少し休憩所がありますね。いいですね。これは、日本の民主主義、社会建設の第一歩となったものですね。三田先生がその先駆者でありますが、この演説館がですね、その第一歩になりました。ここでいよいよ先生も学生もですね、ここでこの演説スピーチの練習をするということになったんですね。その三田演説館であります。